はい、本日お集まりの皆様は社会を明るくする運動のフラッグアーティストでおられます谷村新司さんをはじめ、各分野において犯罪や非行からの立ち直り支援に取り組まれていらっしゃる方々でございます。この後、皆様から再犯防止や社会を明るくする運動への取り組みにつきましてお話をさせていただきますが、総理におかれましては皆様の日々の活動への思いや意気込みなどをお聞きいただいて、自制のお言葉などをいただければと思っております。それではどうぞよろしくお願いします。それでは皆様の活動支援に対するまずはじめに、社会を明るくする運動のフラッグアーティストとしてご活躍いただいております谷村新司さんにお願いいたします。皆さんこんばんは、谷村新司です。今回は先ほどの地震に見舞われました熊本県の県知事園というところに11月26日に行っています。ここは高齢者の人たちの養護施設でありまして、その皆さんをお世話しながら更生を目指している社会復帰を目指している人たちの日常を感じてくることができました。またそこで彼らを支えていらっしゃる素晴らしい大人の方たちもたくさんいらっしゃるというのを感じて嬉しく思いました。実は今日はある歌を歌っておりまして、それは福島の高校生たちが合唱を通してその思いを受け継いでいく、そんな歌なんですけれども、これからの日本を担っていく若い人たちが本当につらい経験を乗り越えて伝えていくというその行為がとても大切なことだと思います。それは高校を目指している若い人たちの姿も重なって見えるし、そんな場作りをしていく、それが我々の役割ではないかなと感じています。そしてそれぞれの立場でこの活動を支えてくださっていらっしゃる皆さんに心より感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。続きまして、再犯防止に取り組む民間協力者の代表として全国保護司連盟理事長の小沢大蔵様にお伺いいたします。小沢大蔵でございます。ご承知の通り、全国に約4万8000人いる保護司は、社会奉仕の精神を持ちまして、日々、犯罪や非行をした人たちの更生の支援や、犯罪の予防に取り組んでいるというところでございます。しかしながら、近年、保護司責任者の確保が困難になりまして、保護司の数が減少傾向にある。これを食い止めることが喫緊の課題となっております。これらの課題の取り組みには、地域における更生保護活動の拠点である更生保護サポートセンターの充実強化により、保護司の皆さんが活動しやすい環境を整えることがとりわけ重要と考えております。今般の再犯の防止等の推進に関する法律の成立を踏まえまして、これまで以上に地方公共団体の皆様と緊密に連携し、それぞれの地域での立ち直り支援に一層の力を尽くす所存であります。あせまして、総理におかれましては、ぜひ一つ更生保護サポートセンターのご視察をよろしくお願い申し上げたいと思います。全国の保護司たちにとりましても大きな励ましになると確信しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。社会を明るくする運動をテーマとするパラパラ漫画を制作いただき、昨年、文部大臣感謝状を受賞された鉄拳様にお願いいたします。こんにちは、鉄拳です。はじめまして。僕は昨年、社会を明るくする運動のためにパラパラ漫画を書きました。僕は少年時代に悪いことをして、たくさんの人に迷惑をかけてしまいました。しかし、家族の支えや周りの人の支えによって立ち直ることができました。僕のこのパラパラ漫画を通じて通じて、人の人生は一度過ちを犯しても終わりではない、
周りの人の支えや家族の支えがあったらたくさんのことができるということを、あとたくさんのために頑張っている人を周りの人が支えてくれる、これが大切だということを皆さんに通じたらすごく嬉しいです。これからも僕は僕なりに社会を明るくする運動を協力し、そしてこの運動があることをたくさんの人に伝えられたら嬉しいです。ありがとうございます。続きまして、地方公共団体として積極的に再犯防止に取り組んでいただいている兵庫県の取り組みについて、兵庫県知事の井戸俊三様にお願いいたします。兵庫県知事の井戸です。兵庫県では再犯防止対策連絡会議を作りまして、いろんな施策を展開していますが、一つは企業の雇用を抜け駆け促進するための2000件、県独自に国の制度に上乗せをして、それともして自分のハードワークなんかなかなか行けないので支援員を設けまして、ハードワークに付き添っていくというようなことをやって、学会としては勤労意欲のない収集者に応援して勤労意欲を出せる、これは収集者までは間に合いませんので、最初の場合に関してやってみたらなきゃいけない。2番目の課題は登録企業というのがかなりあるんです。兵庫でもですね、550社あるんですが、実際に雇用に踏み切っていただいている企業37社。ですから、意外に実際に踏み切るような人生局を作るか、管理政局を作るかということが課題です。3つ目はね、なかなか自発的にハローワークに行ってくれない。そういう意味で、支援員が多くているというわけです。それから、切れ目がない、やっぱり、来週の時から出た後の切れ目のない支援がかかってくるわけです。私の前に、やっぱり仕事がないのが一番問題ですので、私ども阪神・淡路の復興課程で、仕事開発事業というですね、昔、失業対策事業のような、新しい形態の事業を展開しました。53億ほど5年間で使ってですね、やっぱり出資者に対して仕事を提供する、そういう仕掛けをぜひご検討いただきたいと思っています。以上です。続きまして、都道府県における再犯防止に向けた今後の取り組みの推進について、全国知事会会長、京都府知事の山田健司様にお願いいたします。はい、再犯防止との推進に関する法律では、地方公共団体の地域におけるを今、井戸知事からお話がありましたように、いろんなこうした防止策のノウハウを持っている、そもそも実は平成23年ですね、少年法のことなんですけれども、検討数が日本一になってきた、警察はこれ、頑張ったという証しだとは言っているんですけれども、大変厳しい現状がありまして、そういうサポーターや居場所作りを取りまして、それからの5年間で、全国が大体10人あたり5人ぐらい出したんですけど、この子は9人以上になるという形を受けることができます。ですから、私どもはですね、こうした事例というものを共有することが必要だと思っておりますので、夏の市議会までに事例を集めてですね、それを共有していくという形を取らさせていただき、全国的にですね、再犯防止のあるよう発揮させていきたいなというふうに思っておりますので、またよろしくお願いします。皆様ありがとうございました。まだ皆様のご活動についてお話しいただきたいところでございますけれども、ここで安倍内閣総理大臣から皆様のご発言に関する感想や、社会を明るくする運動と再犯防止の推進について。はい、皆さん、こんばんは、安倍晋三でございます。今日は大変、お忙しい中、官邸にようこそ、お越しをいただきました。また皆様方には日頃ですね、犯罪あるいは非行から立ち直ろうという人たちに対して熱心にご支援をいただいていること、総理大臣として厚く御礼を申し上げる次第でございます。社会をより安心して暮らせる場、そして安全な場にしていく上においてもですね、再犯防止は極めて重要な課題だと思います。私も第一次政権を立ち上げたときに再チャレンジ政策というものを立ち上げたわけでございまして、再チャレンジ、これは人生において
自らの意思でですね、自分の人生は変えられるということがメインテーマでございます。その中においても、一度犯罪を犯した人がまた犯罪を犯して、そして刑務所に戻っていく、まあ、こういうことは何回か繰り返されているわけでございますが、これをですね、断ち切っていくことは、社会を安全に保っていく上においても極めて大切なことであろうと力を入れてきたところでございます。しかしこの立ち直りのためにもですね、社会から排除したり孤立させないようにする、その上においてもやはり仕事ができる、働く場が持てるということが最も大切、自分の2本の足で立っていくことができるということが大変大切であろうと思います。その意味におきましても、まあ、雇用に協力をしていただいている雇用主の皆様方にも大変御礼を申し上げたいと思います。しっかりと社会が受け入れ、そして社会の中で自分が受け入れられたなと、またもう一回自分の人生をやり直そうと思ってもらえる環境を作っていきたいとこう思っています。皆様のですね、熱心な活動によってですね、この立ち直りの支援の輪がだいぶこれ広がってまいりました。だいぶ理解も進んできたんだろうと思います。具体的にはですね、協力雇用主の活動を支援する地方公共団体の数がこの4年間で7倍以上に大幅に増加になりました。あとまた出所者等を雇用している協力雇用主の数もですね、364社から835社、約2倍になったところでありまして、まさにやればできるということでございまして、協力したいと思っている人、雇用主の方々もたくさんいるんだろうと思いますが、潜在的にですね、そういう皆さんにどんどん声をかけ協力をしていただく、あるいは一度犯罪を犯した人、非行した人を雇用することに二の足を踏んでいる人たちに対してですね、説得し協力をしていただくということも大変大切だろうと思います。昨年の12月に再犯の防止等の推進に関する法律が成立をしました。この法律や皆様の活動内容も踏まえて、官と民が一体となったネットワークの中で立ち直ろうとする人、立ち直りを支える人の双方を支援する再犯防止に向けた取り組みをより一層強力に実践をしていくことが大切であろうと、このように思います。今日までご協力をいただいた皆様に感謝を申し上げながら、また今後一層ご支援をいただきますようにお願いいたしまして、私のご挨拶をさせていただきたいと思います。どうぞ皆様よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。